皆さんこんにちは、マーシーです。本当に緊急に撮影しております。金曜日18時36分に撮影しております。本当に今さっき 3,4 分前に製茶工場の社長さんから、マーシー君、来週の月曜日アルバイトしないかというお誘いをいただきました。今週の火曜日、私マーシーは製茶工場と取引のある農家さんのお茶畑で仕事を、1日のみ限定のお仕事をしてきましたが、無事逃げずに期間満了で退職いたしました。そして今週金曜日、本当に今さっき製茶工場の社長さんから電話があり、再び1日のみの短期のお仕事をやらないかと、そのようなお誘いをいただきました。正直ね、勢いでやりますと言ってしまいそうでした。まあ実際第一志望の施設警備のお仕事、まだお仕事がスタートするまで1週間以上日時がありますし、本当に今生活が苦しいので、まあ、少しでもね、1日だけでも8,000円、お仕事が終了も即完全現金日払いなので本当にありがたいんですよ。ただ農家さんが本当に口調がきつくて、そこら辺が引っかかりまして、勢いでやりますと、お願いしますと言おうかなと思ったんですけども、農家さんの口調のきつさが引っかかりまして、もう一日考えさせてくださいということで、明日の土曜日に製茶工場の社長さんにお返事をするということで、まあ、さっき話がまとまりました。本音としては働きたいんですよ。ただね、農家さんが本当に口の悪い方で、次の現場はまだ正直どこに行かされるのか全く分かりません。正直ね、行くべきなのかどうか非常に迷っております。もしね、1日働けば8000円全額日払い支給されますので、本当に生活が楽になるのは間違いありません。そしてね、一日終われば泥水をする思いで頑張ったご褒美として、どこかね、外食しようかなと考えています。ただ農家さんが引っかかります。どんな農家さん、どんな現場に行かされるのか、すごいそれが不安で不安で仕方ないので、そこら辺が影響して断る可能性も十分にあり得ます。一晩じっくり考えて生活費の計算などもして答えを出したいと考えております。現在の時刻は6月11日土曜日10時6分に撮影しております。一晩一日じっくり考えまして、月曜日働くかどうか結論が出ました。そして製茶工場の会社の社長さんに今さっき、本当に今さっき電話をしました。結論から申し上げますと、月曜日私マーシーは1日限定のお茶畑での短期バイト働くことにいたしました。社長さんに正直に私マーシーの気持ちを伝えまして、月曜日ぜひお願いしたいですという趣旨の言葉を言いまして、社長さんも快く了解していただきました。本気で出勤します。絶対飛びません。マジで本当に一日耐えて耐えて耐え抜いて泥水をする覚悟、思いで乗り切ります。これからも私マーシーを応援のほどよろしくお願いいたします。以上、マーシーでした。